結婚だってさ、なんで妊娠したらなの？勝手に芸人も辞めてさ、なんかもうさ楽しくないよ。だって別々の人間だもん。それ楽しくない時だってあるよ。それをお互いこう支え合って一緒に生きていくっていうのが、もうそんな生活だけにまみれたくない。私は楽屋空いてなくて。はあ、だったら別の人にしてよ。すいません、すぐ直します。なんかつてとか必要だったら言ってよ、気軽に。スピンで朝からすか、選手がかわいそう。まもなく発信いたします。はい。ちょやめて。この間 40% オフ、あれ体調悪いから休んじゃった。いてだって。じゃあね。ね、何ケイちゃん、新番組。金城さんって会社のマネージャーさんですよね。こちらのプロデューサーをやってほしいんです。プロデューサーですか？ちょっとタイプかも。指が綺麗だったよ。注目の素人さんを番組で探していて、出ていただけないかな。僕 FTM なんですよ。トランスジェンダー。炎上っすか。差別してるのそっちなんじゃないですか。君のしたことは仲間を後ろから切りつける行為。お前さんに流行りだよねって言った時、同じぐらいざわざわっとしたんですよ。高く高く、ヨシさん一人で戦ってたんですよ。ケイちゃんと結婚する資格あるかなって思って。どういうこと？しんどい。勝利が見てきたものとか考えてきたこととか、私はそういうのを大切にしたいなって。忙しいからって何に適当になったらあかんで、ね。